日本神奈川県横浜市磯国上町上町は、神奈川県横浜市磯国の町名。定番を持たない、単独町名である。住居表示実施済み区域。磯国の北端に位置する。堀割川の左岸にあたる。北で、南区中村町、山谷、東で、中区塚越、太平町、大芝台、西で堀割川をまたいで丸山、南で馬場町と接する。 町内は南北に走る崖で2分され、警察署の管轄も分かれている。東の高台は山手警察署の管内で戦後米軍に接収され、ネギ住宅地区となっている。西の定地は磯子警察署の管内で古くからの住宅地となっているほか、一部はネギ住宅地区のボイラープラントとして米軍に接収されている。 2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内に駅は設置されていない。 1912年から1972年までは、横浜市電が、折割川対岸の国道16号を走り、天神橋、根岸橋に限定があった。最寄り駅は、横浜市営地下鉄ブルーライン、吉野町駅、または JR 根岸線根岸駅であり、どちらも、町内からは、徒歩15から20分程度かかる。町内に、バスは通るが、バス停はない。最寄りとなるのは、 下記三定流所である、町内の警察の管轄区域は以下の通りである、西根岩城町に関するカテゴリー、ありがとうございます。